こが嵐の言ってた怪しいエリアってやつか。何もかもが巨大だね。空気、匂い、それになんだこの音は。聞いていると気分が悪くなってくる。じゃあこの近くにいるのね。ナオミの反応確認。こちらでも捕捉できました。待ってください。私のことは。お姉ちゃん、すぐに行くから。この部屋ね。お姉ちゃん、ドアから離れて。今壊すから。そんなことをしなくともすぐロックは解除できる。ダメ、開けないで。お姉ちゃん、無事？カサネちゃん。お姉ちゃん。そう、これが今のナオミの姿なのね。
なんだ、なんなんだ、どうしてナオミが怪異になっているんだ。ごめんね、お姉ちゃん。私を守ったりしたから。いいんだよ、カサネちゃん。カサネちゃんが助かってよかったから。でも本当にいいの。カサネちゃんが元気そうでよかった。お姉ちゃんのおかげ、元気だよ。でもどうしてこんなところに。やあナオミ、我々は君の無事を確かめたかったんだ。本当はそれだけじゃなくて、お姉ちゃんを助けたい。でもありがとう、カサネちゃん。でもね、今はこのままでいいの。私は今怪異になっているから、外に出たら生きていけないもの。お姉ちゃん、ごめん。はい、そこまでにしましょう。あまり謝りすぎたらナオミも困っちゃうわ。だな。ナオミちゃんのことを気にするなら、今は互いの無事が確認できただけで満足しとこうぜ。杏花隊長、ごめんなさい。私こんなことになっちゃって。ううん、いいの。元気？病気とか怪我とか、この施設の人にひどいこととかされたりしていない？大丈夫です。ここの人は親切で、怪異の私にも。お姉ちゃん。でもアンプルがない時はすごく苦しくて、言葉も通じなくなる。カサネちゃん、お願い、もうここには来ないで。私のことは忘れてほしい。やだ、お姉ちゃん、せっかく会えたのに。会えたんだよ。アンプルが持ってる。カサネちゃん、ごめんね。お願い、ついて行って。早く。カサネ、出るわよ。ナオミのことを一番に考えるの。やはり来たのか。カレン連隊長。やはりね。もしかして俺たち、カレン連隊長の手のひらの上で華麗にステップ踏まされてたのかね。ナオミはアンプル剤によって人格の維持ができている。だがこれは一時的な処置に過ぎない。完全に怪異の状態から人に戻す必要がある。そのためには重ね、お前の超能力が必要だ。それは本当なのよね。お姉ちゃんを怪異兵器に使おうとしているなら。
それはセーランへの方便に過ぎない。この施設の真の目的は人間由来怪異を元に戻すことにある。それなら私は何をすればいいの？今はまだ力を蓄える時だ。こちらの準備も整っていない。それまでお前は怪異討伐任務につける。今しばらく時を待て。ナオミの命は保証する。納得はできない。でも今は従うわ。お姉ちゃんを助けるために。ならばセーランへ戻って待機していろ。これ以上勝手な真似はしてくれるなよ。セーランで待機命令なら、とりあえず町で買い出しをしておきましょうか。そうだな。医療品や必要なものを揃えておいた方がいい。おい、重ねも来いよ。え？あ、そうね。わかったわ。町で少し気晴らしでもして、気持ちの切り替えをしないと。そうね。重ねには無理強いはできないけれど。そうだな。ナオミのあの姿を見たら、僕だって動揺せずにはいられなかった。いつも同じ顔で見飽きないか？ま、君がいいなら構わないがね。よっ。ほっ。さて、待機って言われてもな。海抜軍本部へでも行ってみるか？いえ、その前に我々の話を聞いていただけませんか？あなたは、どちら様？ご挨拶が遅れて失礼しました。セーラン政府の者です。皆様にお願いしたいことがあって参りました。トラバース様とは別の意向を持った方々からのご依頼となります。どういうことだ？カレン連隊長とセイランの政府は一枚岩じゃないのか？クナドゲートが生成された原因にユイとスメラギが関係していると判明しました。指揮者が言うには、クナドゲートをこのまま放置しておけば世界に大きな災いをもたらすとのこと。そのため私たちは
ユイとスメラギの暗殺をトラバース様に進言いたしました。しかし退けられてしまいまして、そこで私たちは改めて考慮し決めたのです。スメラギ議長を暗殺した英雄に依頼すべきだと。カサネにユイトを暗殺してこいって言うの？いいわ。な、カサネ、お前何を言ってるのか分かっているのか？そう言っていただけて助かります。ユイとスメラギは現在菊池場で何らかの任務を遂行中であるという情報をつかんでおります。後のことはお任せします。それでは私はこれで失礼します。今の男、何者かまでは特定できなかったけど、セイラン自治政府の官邸所属ってことは確認できたわ。では政府からの依頼だという話は眉唾ではなさそうだね。カサネ、やっぱりユイトを暗殺するの？なあ、俺が言うのもなんだが極端が過ぎないか？未来のユイトから聞いたって話を疑う気はねえけど。カゲロウの言う通りだ。確かに状況証拠は揃っているが、それらは間接的な証拠に過ぎない。カレン連隊長の意思にも反することになるんだぞ。それでもやるっていうのか？ええ、ユイトを殺すわ。多分それが唯一の解決法だから。何を分かった顔をして。それじゃ私菊池場へ向かうわ。ああクソ、勝手に行くんじゃない。ユイトの現在地が分かったわ。でもねえカサネ、本当にいいの？いいも悪いもないわ。それしか道はないんだから。ナビをお願い。了解。しっかり受け取って。今みたいな火の攻撃で体が燃えてしまったら、徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。はあ、次。やれやれ。はあ、力を渡して。はっ、
それそれ次カサルちゃん、俺の超能力使ってもいいよ。狙いどころを見つけたわね。ありがたく思え。カサルちゃん、えいっけ。頼むぜカサルちゃん。カサル行きなさい。私がやる。すみん貸してもらうわ。苦手だ。カサルちゃん無駄よ。終わりね。いけ。上手に使ってくれよ。敵の外角に攻撃が命中。破壊できるかもね。やるじゃないか。借りるわよ。いただく。やるじゃねえの。影をお願い。重ねのためなら巻き返すわよ。やるじゃないか。使うわ嵐。敵の外角が壊れた。ささね、今が攻めの気よ。そら甘い。やれやれ。敵は麻痺状態ね。今のうちよ。さて、役人様の指示通りこんなとこまで来ちまったが、カサネ、本気でユイトを殺す気なのか？どちらにしろ、あなた一人で行かせるわけにはいかないわ。みんなも頼むわね。仕方ない。カサネ、戦いには協力するが、その先は我々も自分の判断で動くつもりだ。いいね。いた。カサネ、待ってくれ。話をさせてくれ。断るわ。死んでもらう。